皆さんこんにちは。こんにちは。本日聖者の墓神域村井さん聖者の村井さん聖者の墓だ。聖者の墓好きすぎだろ。好き好き。星空の神域3つ目、はい、戦いの神、ここに参ります。はい、戦いの神参ります。フレンドの設定をします。はい、パーティーこちらでございます。なんとクラピカがエキゾナに変わりました。はい、これはですねバトル6だっけ、グラビトマースドラゴンが出てくるんですけれども、うん、この星空の神域のバトル1バトル2とですねクラピカがなかなか戦いがたまらない。そうですね、スキルダメがちょっと大変ですね。やっぱり威嚇は使いたいんでね、今回連れてきました。はい、ただバランスエンハンスとかバランスタイプの9倍とかかからないんでまた結構感覚変わるんですけどね。でもう一個不思議なことがこの星空の神域を順番に進むにつれて、はい、だんだんフレンドのグフリンが弱くなってくるっていうフレンドちょっとフレンド不足でフレンドの枯渇がね、はいはい、これで参りたいと思います。はい、参ります。バランスパでここもクリアしたいと思います。はい、行ってみましょう。いけるかな、うん、3、1、いいね、よし、はい、デーモン4874。こんな感じでいこう。おお、いいんじゃない。じゃあ行きました、ね、これだけの落ち込みが来ても9は外れたよ、ね、1体倒すんじゃない。あ、またこのパターン112。はい、あでも結構、はい、あいつの防御力高いからこいつ、こいつね多分木1コンボでいける気がするな。木1コンボ、はい、本当に1コンボ1980、ね、ほら、うん、倒せない、ね、倒せない。回復含むハート木光ぐらいにしようかな。はい、3コンボ、はい、いきます。だから闇を外した。これでどうだ、うん、これでどうだ。あーうまかった、今のうまいな、うん、絶妙。そしたら、はい、防御力が高いんだよこいつ、さっきから見てて、うん、なのでハートを2コンボ含む闇2コンボぐらいするかな。ハート2コンボ含む闇2コンボぐらいでいきます。はい、で、あっちを倒しちゃうかな。うん、あと2の方ですね。はい、こんな感じで、あそこに木が降ってこないこと。あー、できた。結局降ってきた。やばい、いつも以上にハイペースだな。もっと丁寧に丁寧に。はい、2、4、3。こいつをむしろ倒しとくか。なるほど、それなんか闇副属性だけで倒せた感じですよね、うん、闇水、はい、こんな感じ。あ、いや大丈夫じゃない。うん、よし。で、あいつが木の1コンボだと危ないんだっけ。木の1ってどうだっけ。さっきギリギリ残った残ったんだっけ。残ったな、そういえば残ったな、うん、木の1コンボプラス火ほうでどうでしょう。行ってみます。はい、これでターゲットあいつ、おお、それでも倒せないんだよ。うん、でも心の余裕があるな、スキルがないから。そう、やっぱりねテクニカルじゃないからねハート1コンボプラスでなんかいろいろと消そうかな、邪魔なやつ。落ち込んきちゃうかな。落ち込んきちゃう、あのね、緑がまた縦に並んでるんでね、いろいろ行ってみます。はい、これで外した。うん、よし、で次で倒さないといけない。
倒します、倒します、はい、あ、そうだね、だってバランス死ぬよ、そうですね、 HP が少なくなりましたからね、そうなんです、はいはいはい、クラピカがいなくなった分、うん、なんだ2000は言い過ぎですけど1500ぐらい減ってますから、ね、うん、ここ倒しに行きます、はい、うん、さあいいね、いいノリだよ、今は大丈夫だよ、うん、決まってもいい、落ち込んが決まってもいいけど、さあ、はい、ただバトル4でまだエンシェントまでなんだな、なるほど、うん、8ターン欲しいんだ、まあ6ターン欲しい、6ターン最低で、6ターンね、この水の野郎を、はい、キーチコンボで倒す、はい、キーチコンボだと全部いっちゃうか、全部倒しそうやな、キーチコンボだけで、うん、かといって光だけだと倒せないよな、光はないですからね、ああ、火、火ね、火1コンボ、光2コンボでいってみようか、はい、いきます、はい、火1コンボ、あ、木が、おー、これでどうだ、まったくやな、うん、攻撃しよう、やられてしまう、木、闇、木、ハート、3コンボだけ、木、闇、ハート、3コンボ、はい、いきます、はい、これで、うん、あ、どうだ、結構いったな、いったな、結構いった、なんだかんだ結構いったな、あー、いっちゃったな、1515だ、5、嬉しいが、嬉しい、嬉しいが、大丈夫かな、火、闇、水全体、はい、いきます、はい、あー、そこに落ちてきた、やばい、スキル全然溜まってね、あ、呼んだ、呼んだよ、呼んです、マワちゃん、チャンスある、チャンスある、はい、これ HP いくらだっけ、はい、グラビトアンスドラゴン HP122 万、122万、2033、123、防御力7000、木の3コンボをまずかまします、はい、まずは木の3コンボかますぞ、はい、お願いします、参る、割と全力気味、5コンボ、うん、これでどれぐらい与えるかな、5コンボ、防御力って、お、あ、ある、あるあるある、ただ今5コンボ入れたからね、ここで空腹使おう、攻撃体積、はい、発動、よし、はい、ここからいきます、木の3コンボ、はい、再び1、2、3、4、5コンボ、うん、どうだ、おー、あと2、ここは1回スキルを使わずに、はい、不要ドロップを消しに行こうか、いっぱい消す、いっぱい消す、で、最悪こっちを使おう、なるほどなるほど、はい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 、参ります、はい、お、木が落ちてきた、木が来た、うん、保険で使った方がいいな、メロディー&ブラッキー、あー怖いな、かつ、うん、空腹も使おう、空腹、フレンド空腹、はい、使います、はい、攻撃体積発動からのメロディーウィンクで、木の3コンボ、はい、
ここから行こうかな。うん。うんうん。いや、こっちから行こうかな。いや、こっちから行こうかな。こっちから行きます。はい。参ります。参ります。お願いします。5コンボ6、うん、重なった。いいんじゃない、いいんじゃない、うん、倒していいよ。 OK。 ここがクリアできればもういけるな。あ、でもミネルバですからね。もういけるっていうわけではない。木に対しての火ですから。液殿を使おう。まず、はい、久しぶりだな。俺の必殺技威嚇発動からの勝負だ。モリリンはいつ来るんですか。次のターンじゃない。で、あと自分の空腹はどうなんですか。2ターン、あと2、あと5あるから、その間にチャンスを伺う感じなんですか、ね、そうでございます、まあ、いくらか削れればいいかなぐらいで。でも様子見で削っていくよ、うん、はい、参ります。お願いします。5コンボ、うん、コンボ、うん、光と闇を全部消して、はい、うん、次のターンで本気出すか。なるほど、いきます。はい、これで、あ、次のターンを待つ、はい、これはこれだ。大丈夫かな。全部使うぞ。ここで本気だ。はい、攻撃体積ドロップ変化器発動。やば、バランスエンハンス、混み合いまくり。ここでどう料理するか、はい、どう分割するかな。水が 1,2,3,4,5、 光が3、青が 2、 木多いな、うん、水をそこに置いて闇を持つか。闇を持ってそこに、いや、光がそこそこ、闇がそこそこ、光だとしたら、いけるかな。頑張ってみよう。はい、ここからスタートかな、うんうん、ここよし、ここからいきます。はい、分割頑張ります。ここからね、分割分割参る。おー、あー、でも、いったんじゃないか。あー、すごい。ちょっと、イメージしてた完成形とは違ったけれども、まあ、綺麗に分割はできた。そうですね、エンハンス強い。真央ちゃん、はい、ホルスとかサクヤとか、はい、人は皆優雅、優雅、やはりエンハンスだよ。エンハンス強い、本当に。私、旧マックス村井時代、うん、全くエンハンスの価値見出してなくて、はいはいはい、みんながみんなタイプエンハンス、タイプエンハンスって言ってる時に、何ですかエンハンスってって思ってましたけど、はい、この新マックス村井アカウント、今のね、現アカウントにおいては、はい、本当にね、無課金でそのガチャ限定 の、 その強力なモンスターたちがほぼいない状態の時、うん、っていうのはもうね、エンハンス、タイプパーティーエンハンスが一番強いと思う。強い、本当に強かった。ここまでいけた、うん、もうあと2つだよ。はい、皆様、あと星空の神域2つでございます。
この上はヘラとゼウスです。おで、まおちゃんもっと言うと、はい、この星空の神域のラストのゼウス、はい、あのゼウス降臨の超地獄級のゼウスよりも強いから、ね、530万、うん、どういうことですかこのゼウス。ゼウス降臨のゼウス380万で、はいはい、こっちの星空の神域のゼウス、はい、530万。しかも毎ターン25,000、はい、こっちの方が強いからね。強いですね。で、コスケは村井さんがバランスパーティーでいけるのはここまでって言ってた、うんうん、なるほど。次ヘラですね。ヘラ353万の HP です。次のヘラが350万。ヘラ降臨のヘラの3倍ぐらい全然別次元だ。ただ次も挑戦しましょう。はい、皆様またご期待ください。ありがとうございます。は